平野将が語る神宮寺雄太の真の魅力とその驚異的な成長物語神宮寺雄太のパリでの大成功その裏にある平野翔の感動と誇り平野翔は神宮寺雄太がパリで光り輝いている姿を見て胸に誇りと喜びを感じていました平野は彼の親友が初めて訪れたパリでジュエリーブランド三木本の発表会に参加したことを知り その瞬間がどれほど特別なものかを理解していました。彼らは共に、キングプリンスとしての活動を終え、新たなグループ、ナンバーアンダーラインアイとして再出発したばかりです。2024年4月には世界最大級の音楽フェス、コーチェラに出演し、6月には東京有明アリーナでグループ初の単独ライブ、ノー・オー・リングを成功させました。そんな中での神宮寺のパリ訪問は、 新しい挑戦と成功の象徴でもありました平野省の神宮自由太の気持ちは単なる友人関係を超えた深い信頼と尊敬に満ちています二人は共にナンバーアンダーラインアイのメンバーとして活動し数々の挑戦と成功を共に経験してきましたその絆は表面的な友情にとどまらずお互いの成長と支え合いによって培われたものです 平野が神宮寺の成功を心から喜び、誇りに思う姿は、その深い絆を物語っています。平野は神宮寺の才能を早くから認識していました。神宮寺が持つ内面の優しさ、思いやり、そして努力を惜しまない姿勢は、平野にとって常に尊敬の対象でした。特に、神宮寺が自分の役割を理解し、グループのバランスを保つために時には自分を引き立てないことも厭わない姿勢は、 平野にととっってて大きななインンスピレーションとなっていました彼は神宮寺が持つその独特の品格と美しさを誰よりも理解し、それを称賛していました。神宮寺のパリでの成功は、平野にとっても大きな喜びでした。神宮寺が三木本の新作ハイジュエリーコレクションの発表会に招待され、その場で輝きを放つ姿を見て、平野は自身のことのように誇りに思いました。 彼はインスタグラムの投稿を通じて神宮寺の成功を知り、その瞬間がどれほど特別なものであるかを感じ取りました。パリという特別な場所で、神宮寺が自身の才能と魅力を存分に発揮できたことは、平野にとっても非常に感慨深いものでした。神宮寺が身にまとったザ・バウズのジュエリーは、彼の持つ気品と美しさを一層引き立てていました。平野は、 このコラボレーションが神宮寺にとって完璧なものであると感じ、その選択が正しかったことに納得しました。三木本のジュエリーは、真珠のように可憐でありながらも精室な美しさと品格を持ち合わせており、それはまさに神宮寺の持つ魅力そのものでした。彼がそのジュエリーを身にまとう姿は、まるで一体化しているかのようで、その美しさは多くの人々の心を捉えました。平野は、神宮寺の成功を見て、 自身の未来にも希望を抱きました。彼らは共に新たな挑戦を続け、ナンバーアンダーライン愛としての活動をさらに発展させていくことでしょう。平野は、神宮寺と共に歩む道がまだまだ続いていることを確信し、その先にはさらなる成功と成長が待っていると信じています。神宮寺のパリでの姿を見て、平野は自分自身の未来にも希望を持ちました。彼らが共に歩む道は、 まだまだ続いており、その先にはさらなる成功と成長が待っていることでしょう。彼らのストーリーは、これからも多くの人々に感動と希望を与え続けることでしょう。神宮寺のパリでの成功は、彼自身の努力と才能の結晶であり、彼がこれからも新たな挑戦を続けることで、多くの人々にインスピレーションを与え続けることでしょう。彼の姿は、まさに真珠のように輝き続け、 これからも多くの人々に感動を与え続けることでしょう。神宮寺はインスタグラムに、パリで行われた三木本さんの新作ハイジュエリーコレクションの発表会に参加させていただきました。初めてのパリを三木本さんとご一緒できて幸せでしたと投稿し、三木本の新作アイテム、ザバウズのジュエリーを身にまとった姿を披露しました。彼の姿はまるで貴公子のようで、ファンからは、 ジュエリーと同じくらい輝いていて無理、好きです、ジン君どの写真見ても気候しすぎるし、王子氷などの絶賛の声が寄せられました。三木本のジュエリーは、どの世代にも似合うデザインで、そのみずみずしく艶やかな真珠は特に印象的です。神宮寺が身にまとったザバウズのジュエリーは、彼の持つ気品と美しさを一層引き立てていました。男性でありながらも、 このデザインのジュエリーを自然に着こなす神宮寺の姿は多くの人々の心を捉えました彼のブラックなフォーマルスタイルとの相性も抜群でその洗練された佇まいは一見の価値がありました神宮寺はキングプリンス時代から周囲の状況を見極める力に長けていました自分が必要とされていないと感じれば前に出ることなく静かに微笑みながらも グループの中心で重要な役割を果たしていましした。しかし、今ではその才能がようやく広く認められ、スポットライトを浴びる機会が増えたことに平野は嬉しさを隠しきれません。神宮寺の魅力は美しさやダンスの上手さだけでなく、彼の持つ内面の優しさや思いやりがにじみ出ているからこそ、多くの人々を惹きつけているのです。平野は、パリでの神宮寺の姿を見て、 がが彼を選んだ理由が理由解できました。神宮寺は真珠のように可憐でありながらも、静筆な美しさと品格を持ち合わせており、まさにジュエリーブランドのイメージにぴったりです。このコラボレーションは、神宮寺の持つ魅力を余すことなく引き出し、真珠の魅力を再発見させるものでした。神宮寺のパリでの姿を見て、平野は自分の真珠のリングをもっと気軽に身につけようと思いました。 そのリングは彼の記念日に主人が送ってくれたもので、フォーマルすぎると感じてなかなかつける機会がなかったのです。しかし、神宮寺の姿を見て、その考えが変わりました。ジュエリーは特別な時だけでなく、日常の中でも楽しむことができるものだと感じたのです。神宮寺のファンであるアイエルワイズたちも、彼のパリでの姿に感動し、彼の成長と成功を喜んでいました。 神宮寺が身にまとったザ・バウズのジュエリーは、彼の柔らかで繊細な印象を一層引き立て、まるで彼自身が真珠のように無垢な存在であるかのように見えました。三木本が神宮寺を選んだ理由は、彼が真珠の魅力を最大限に表現できると見込んでのことだったのでしょう。神宮寺のパリでの姿は、彼の新たな挑戦と成功の象徴であり、その姿は多くの人々に勇気と希望を与えました。 彼のように、自分の持つ魅力を最大限に引き出し、新たなステージで輝くことができるのは、真のプロフェッショナルである証です。平野もまた、神宮寺と共に新たな挑戦を続け、彼らのグループ、ナンバーアンダーライン愛としての活動をさらに発展させていくことでしょう。神宮寺のパリでの成功は、彼の才能と努力が実を結んだ結果であり、彼自身の成長と共に、 周囲の人々に対する感謝の気持ちが表れています。彼の姿は、これからも多くの人々にインスピレーションを与え続けることでしょう。平野と神宮寺の友情は、これからも変わることなく、彼らの新たな挑戦を支え続けるでしょう。彼らのストーリーは、まだ始まったばかりであり、これからも多くの人々に感動を与えることでしょう。彼らの歩む道は、決して平坦ではありませんが、 その一歩一歩歩が確実に神宮寺のパリでの姿を見て平野は自分自身の未来にも希望を持ちました彼らが共に歩む道はまだまだ続いておりその先にはさらなる成功と成長が待っていることでしょう彼らのストーリーはこれからも多くの人々に感動と希望を与え続けることでしょう